2つ目のキーワードこちらになります。じゃん、じゃん、湘南ライフが好きだった、はいはい、ということで、まあ、今度は2つ目では飲食の話に行きたいと思うんですけど、はい、まあ、それのきっかけがやっぱり海外だったと。そうですね、うん、専門学校の研修旅行で初めて行った海外が、はい、ロンドン、パリ、イギリスとフランスだったんですよね。初めて行った街ロンドンだったんですけど、うん、そこの衝撃が大きすぎて、で、まあ、研修旅行なんてちょっとじゃないですか。だから絶対もう一回いつかのタイミングで行きたいなと思ってたんですよね。なるほど、うん、だから、まあ、その東京でやりたいことを一応なんだろう、一段落して、はい、あ、今かなと思ってそのタイミングで、うん、行ったんですけど、はい、これはワーホリで行ったんだそうです。ワーホリで、そうですね、1年ぐらい滞在して、うん、はい、その間そのヨーロッパの街を、うん、行きたい街をいろいろと転々としてまして、うん、で自分が気に入ったのが地中海沿線の街で、スペインとか、うん、イタリアとかギリシャとか、はい、そういう地中海に沿った、うん、国とか町とかに、うん、海沿いの町がオイラ好きだったなって、はい、そうなんです。それに魅了されちゃったんですよね、はい、そこでも飲食の仕事はしてたんですか？あ、してました。ロンドン の、 レストランバーみたいなところで、うーん、はい、そうなんですって。そうやって、まあ、ワーホリを終えて、はい、帰国してまずは湘南に行ったんですもんね。そうですね、はい、湘南は、まあ、一回住んでみたかった街っていうのは。私も住んでみたい札幌っ子はみんな暖かいとこ住んでみたい、はい、実際そうなんですよ。湘南ってどこなんだっていう人、結構札幌の人は多いと思うんですけど、あ、はい、それでどこみたいな。鎌倉ですよね。実際湘南っていう名前はないんですよね。そうなんですか。そうなんです。湘南って土地の名前ないの？総称というか。あ、知らなかった、はい、あ、そうなんですね。だから鎌倉とか藤沢とか、うん、その辺、湘南地方って言うんですけど、はい、私も江ノ電乗ったことあるよ。あ、江ノ電乗って、いいですね、うん、はい、行きました、はい、札幌っ子の憧れだと思います。はい、うん、本当そう思う、はい、でそこで、まあ、湘南は一回は住んでみたいなと思って、 そうですね。で海沿いの町に住みたいなと思って、うん、で湘南に住んで、うん、海沿いのカフェバーみたいなところで働き出したんですけども、はい、うんうん、まあ、そこがそのヨーロッパで見た景色にすごく似てて、うん、ここで働きたいなと思って働きました。ええ、どんな感じ、どんなところが似てたの、好きだったの？やっぱ白を基調とした建物で、はい、うん、でアクセントにその海とか空を連想させるようなこういうブルー、うん、うちもそうなんです。こちらのお店も本当だ、はい、そうですね、あの白い外観に窓枠がこうちょっとミントグリーンっていうか、はい、こういうのが好きなの。そうですね、うーん、好きです。なるほど、はい、そういうところが好きなんですって、はい、なので今こちら、まあ、札幌に帰ってきて、札幌に帰ってきたら何か理由があるんですか？はい、札幌はその東京に出た時も、はい、僕札幌、いや札幌の人みんなそうだと思うんですけど、札幌が大好きなんですよね、うんうんうん、なるべく札幌から離れたくないとか。あ、僕の友達もそうなんですけど、はい、だからやっぱ僕もいつかは札幌に帰ってくるつもりで出たんで、うん、自分の中で30までのプランみたいなのを考えてて、はい、で30までには帰って何かしら事業を起こそうっていう。偉いね、はい、考えてました。そして本当に30になって帰ってきて飲食の方のお店で、はい、うん、であの湘南みたいなこういう、そうね、海じゃないけど川あるしね。そうですね、はい、川の目の前で、はい、白い壁の、はい、木枠ミントグリーンの、はい、ほぼ缶コピーの缶コピーのそっか、じゃああれですか、お店の雰囲気もそうだけど、はい、メニューとかこうレストランの雰囲気もその湘南のお店に近いのかな。そうですね、この間も行ってきたんですけど、うん、ほぼ一緒だなと思います。まあ、僕がパクってるんですけど、よっぽどそのね、あのお店が良かったんだなっていうのが、まあ、地中海から始まってですけど、自分のその好みだったんでしょうね。はい、そうですね、でそのお店の雰囲気とかメニューもそうなんだけれども、はい、ライフスタイルそのものも湘南での暮らしがとっても心地よかったそうです。はい、そうですね、うん、ライフスタイルにとってもゆとりがあって、あ、皆さんゆっくり暮らしているイメージがありました。うんうん、まあ、自然もすごく多いですし、海も近いし、はい、山も近いし、うんうん、まあ、スポーツも盛んですし、サーフィンとかも、うん、みんな仕事の合間にそういう自然に触れ合うことができて、うんうん、
あ、すごいいい町だなと思いました、うん、はい、豊かですよね。そういうの聞くとちょっと札幌っ子はそういうところ足りない気がする。まあ、札幌は都会なんですけど、うん、そこのやっぱ湘南のいいところは東京も近いですし、はい、東京にも遊びに行けて、だけど自然があるっていう、うん、だから心も豊かなのかなと思いますね、はい、本当だったら札幌も、まあ、目の前の川かもかも川で自然もあるし、すすきのも行けるし、はい、街中も行けるんだけど自然も近いし、うん、本当だったらそこをうまく調和したら、そうですね、湘南ライフみたいなそんなのもできるかもねそうですね、感覚的にそういうね、はい、感覚をずっと持ち続けていれば、うん、本当は条件的には揃ってるのになと今思いながら聞いてたんです、はい、なのであれですね、石田さんみたいな感覚の若い人が増えてくると、こういうライフスタイルが札幌っぽさっていうか、はい、になってくれるといいなと思いながら聞きました。そうですね、うん、はい、そういう人が増えてくると、そうですね、はい、実際そのお店にもこう面白い人がいっぱい集まってきてるということなので、はい、ぜひお店の方にも遊びに来ていただきたいというふうに思います。さあ、お店は開いて何年目でしたっけ？もうすぐ3年になります、はい、もうすぐ3年目、はい、そんな石田さんのこれからというところを3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです、じゃん。